こんにちは、キーチャンネルでございます。本日はですね、聖なる夜に送る愛というイベントを次回やるらしいので、それの前編のお話を見てみたいと思います。今回出るのはネロと誰だっけ、アルビドロだ。そう、アルビドロに次行くらしくて、そこでまたサーカスをするのかな。どうなるのでしょうか。あ、来た、モルタさんとネロだ。モルタさんは大人なんですよ。このチルコの中でも皆さんが、あ、かわいい帽子にクマさんなのかな。これは何なんだろう。これ何なんでしょうね。クリスマス系の帽子をかぶっていましたよ。こちらもかわいいクリスマス系で飾ってますね、仮面と杖を。あとマントのところに何サーカスのあれがついております。ネロの方がなんかサーカスっぽいっていうか、色があれなのかな、色があれだからかな。でも背景がクリスマスって感じのクリスマスです。はい、おお、あ、大人がいるからか。誰？おー、ラッサン。中何も来てないのこの子。寒。来てるって、なんかさすがラッサン。警戒されてる。ダルファー来た。ダルファー着込むとなんか素敵。髪型かわいいし、ふわふわ。あ、見切れているところがまた、あー、こう見えです。ダルファーかわいい。あ、また入って、装飾品がすごいですね。またラスは寒いと思うな。警戒されてます、どうでもいいってもう。わからなかった。気が合うのか、気が合っちゃったよ。演奏会か。あー、はい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 。そうか、合うらしい、波長が合うらしいですよ、ダルファーとネロは。クリスマスあんまり乗り気じゃないですねこの人たち。さすが自分主義、すごい。まあそうですね、夏仕事はね自分たちで楽しむんだけどね。まあ一緒に楽しめたらいいなと主人公の子は思っておるらしいです。あ、続いてしまった。まあ前編なので、本編では王子たちと二人きりで過ごすクリスマスの物語が展開されます。なんだって、
ほぼデートじゃないか。デートだよ。物語の後にはクレスさんの特別なシチュエーションボイスもお楽しみいただけます。特別だってアゲットするしかないでしょう。彼との幸せなひとときをあなたに。これはちょっとイベント楽しみですね。イベントが頑張りたいと思います。プロローグありがとうございました。ということでチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。